めぐみちゃん。大学時代、友達6人と英会話サークルなんて同好会を作っていつも一緒に行動していました。英会話サークルなんて言っても名前ばかりの典型的なお遊びサークルで、活動は授業が終わった後に集まっておしゃべりしたり、研修という名目で旅行に行ったりとかそんな程度で、あとは毎日のようにある飲み会くらい。そのサークルに私と同学年のめぐみちゃんはいました。背がちっちゃくてほんわかした雰囲気の可愛い子で、いつも端っこの方でニコニコ笑っていました。サークルに入った理由も、高校から一緒だった友達に、半ば強引に誘われたからといった風な、すごくおとなしい子でした。ある日の飲み会の後、いつものようにみんなでファミレスで夜中まで取り留めなく話していると、深夜2時くらいだったでしょうか。めぐみちゃんが突然焦った様子で、ごめん、お母さん怒るから帰るね、と困ったように苦笑いしながら足早に帰っていきました。穏やかで清楚な感じの子だったので、家が厳しいお嬢様なのかな、なんてみんなでしばらく話していたら、不意に私の携帯が鳴りました。めぐみちゃんの携帯からの着信。どうしたのかなと思って出ると。めぐみの母です。低い女性の声でした。驚いた私が、あ、はじめまして、なんてしどろもどろに挨拶すると、周りのみんなも急に静かになって電話口の声に耳を傾けました。あなたたちまだ大学生でしょう。こんな時間まで遊び歩くなんて何考えてるの。毎日毎日いい加減にしなさいよ。私はとにかくすみません、すみませんと繰り返し謝りました。毎日夜中まで遊び歩いていた自覚はありましたし、怒られるのも当然でした。しばらく電話越しにお説教を受けて、最後は唐突にブチッと切られました。私たちはなんだか意気消沈してしまい、その日は誰が言い出すでもなく解散し、帰宅することにしました。その日を境に、飲み会やイベントが終わった後、私やサークルの先輩にめぐみちゃんのお母さんから電話が来ることが多くなりました。休日にめぐみを呼び出すな迷惑だ。旅行のお金と言ってめぐみからお金を巻き上げただろう。臭いからめぐみの前で香水をつけるな。めぐみにゴミみたいなものをプレゼントするな。お前らみたいな頭の悪いクズはめぐみに悪影響だ。死ね。初めの頃と違って内容も言いがかりのようなものばかりで、だんだん言い方も乱暴になってきていました。とても書けないようなひどい言葉も飛んできて、弁解する気力も起きません。しかしその度に翌日、めぐみちゃんは申し訳なさそうに泣きそうな顔で謝ってくることもあって、私たちも仕方ないと諦めていたんですが。めぐみを遊びに誘うの、やめよう。サークル内でめぐみちゃんと一番仲の良かった子が、ある日突然そう切り出しました。正直無理もないことでしたが、みんなはさすがにかわいそう、と口々に反対しました。本人が悪いわけではないし、私も気が進みませんでした。何より彼女はめぐみちゃんと高校からの友達で、一番仲がいい子なはずです。それに彼女のところにはめぐみちゃんのお母さんからの電話は来ていません。私たちが訳を聞いてみると、彼女は震えた声で答えました。だって、めぐみのお母さんって高2の時に亡くなったんだよ。あの電話、誰？彼女がストーカー被害に遭った話。僕の彼女がストーカーの被害に遭って困っている話を投稿しようと思います。大学生の彼女を仮にエイミと呼びますが、エイミは実家から大学に通っています。はじめの被害はバイト帰りの夜道でのストーキングから始まり、どこから入手したのか知らない番号からの無言電話、最近では気持ち悪い男に肩をつかまれたと、エイミは友人の B 子に相談していたそうです。僕もエイミのことが心配で時間の都合がつけば帰り道の護衛をしたり、夜には電話で励まそうとしていたのですが、エイミはよほど怖いのかいつも泣きじゃくったような様子でした。ある日、エイミと B 子の会話を聞いた僕は翌日有給を使うことにしてストーカー対策の準備をします。なんでも、
一人暮らしの B 子のアパートに泊まりに行くらしいので、これは危ないぞと思い至り女性二人の護衛を兼ねて夜の巡回を決めたからです。もちろん女性宅に上がり込むズーズーしさはないし、何より B 子とは特段知り合いでもないので、あくまで勝手にアパート周辺を見回りするいわばボランティア精神です。当日、A 美が B 子宅に無事到着し、夜も深まって民家の明かりがポツポツと消えていき暗闇に包まれた時間帯、僕は A 美に電話しました。最近は電話を取ってくれなかった A 美ですが、友人の B 子と一緒なので電話に出てくれました。近くにいるから安心して。久しぶりに A 美と話すせいか緊張で声が上ずってしまったのですが、A 美もまだストーカーの恐怖に怯えているようで。ひぃ？と短い悲鳴と言いますか、うめき声が電話越しに聞こえてきました。ストーカー？そのすぐ後に、B 子とおぼしき声で確かに聞こえました。僕が巡回しているというのにストーカーが近くに出没したことに驚愕し、すぐアパートに駆けつけました。路上からこうこうとまばゆい B 子の部屋を見上げ電話越しに、大丈夫？と問えば、A 美は、助けて、と泣いてこぼすだけでした。その時 B 子が窓から顔を出して路上を見渡していたので僕と目が合ったのですが、何やら B 子もスマホを片手に通話している様子でした。その後、僕が B 子宅の玄関戸を叩いていると、B 子が呼んだのか数名の警察がやってきて、僕をストーカーだと勘違いしたのか取り押さえられました。僕は近くにストーカーが潜伏している可能性を訴えかけたのですが、詳しい話を聞くためか、パトカーに乗せられて警察署に同行することになりました。A 美のためならば協力は惜しみません。警察署でストーカー被害の全容を話したことで警察は理解してくれたのか、何やら書類にサインした後に僕は解放されることになりました。それ以降 A 美宅周辺の巡回が増えたようなので、僕の役目は終わったようです。あれから1年経ち警察の巡回も解除され、A 美もストーカー被害の恐怖から立ち直って元気に過ごしているようで安心しました。なので久しぶりに A 美に会いに行こうと考えます。A 美に会った時の表情が今からとても楽しみです。共犯。ある男の話である。せっかくの休日だというのに、早く目が覚めてしまった。二度寝しようと思ったが、寝つけず今に至る。仕方なくテレビをつけて身支度を始めた。すると友人の A からドライブに誘われた。急な予定だったが、暇が潰れると思った俺は二つ返事で OK をした。A が自宅まで迎えに来てくれたので俺はその車に乗り込む。目的地は？との質問に A は秘密と答えた。まあこいつのことだ。適当にブラブラするんだろうなぁとそれ以上聞かなかった。道中、俺たちはくだらない話で盛り上がった。学生時代の思い出話や、最近話題の出来事や、テレビ番組のことなどなど。ひときわ盛り上がったのは C 子という女の話だった。C 子は3ヶ月ほど前に合コンで知り合った女で、いかにも田舎から上京してきましたという垢抜けない女だった。俺も A も面白半分でちょっかい出しちゃったんだよね。そしたら C 子が A に一目惚れしちゃってさ。まあ俺も A に押し付けたいがために C 子をけしかけちゃったんだけど。それから C 子が A につきまとっちゃってさ。そりゃ大変だったよ。A の自宅に押しかけたり、職場に連絡しちゃったり、ストーカーまがいのこと始めちゃってさ。A もかなり参っていたし、俺も C 子をけしかけて A とくっつけようとした罪悪感を感じていたからさ。C 子を説得しようとしたんだけど言うこと全然聞かなくて。あれには参ったよ。C 子の粘着は異常だったもんな。人ごとみたいに言うなよ。お前だって共犯なんだからな。そう、俺たちは力ずくで C 子を説得することに成功した。本人は多分納得していないだろうけど、最後 C 子は黙って何も言わなくなった。当てもなく走っていた俺たちだが、山奥の林道の行き止まりにたどり着いた。車から降りた A が俺に言う。はいよ共犯、これがお前の分だからな。トランクには2つのスーツケースが入っていた。